んにちは、シロです。今回の動画は TikTok まとめということで、2021年の1月1日から16日にアップした動画をまとめてみました。YouTube ではね、なんかこうのんびり投稿してるんですけど、 TikTok ではこうせかせか頑張って喋っている私がおりますので、その違いも楽しめるかなっていうふうに思います。動画の最後には裏話などもお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。可愛いのもらったから可愛いの作るよ。いちごを5つくらい入れて、牛乳、蜂蜜、蓋してザーできた。おはよう。いやー、なんか発掘しちゃったんだけど、なんだろうこれ。とりあえずチンしてみよっと。うわー、もうめっちゃカレー。これはカレー、もう確実にカレー。いやー、カレーだわーこれ。かわいいのでバナナジュース。まずはバナナをちぎって入れて、牛乳、蜂蜜、蓋してガーッとしてできた。今日はかわいいさつまいもケーキと一緒にいただきます。今日は伸びきった豆苗を掴んで切って、洗って切って、切って切って、掴んで入れて、ごま油も入れて、ウェイパーも入れて、チンして、うーよ、混ぜて、うまいタレも入れて、混ぜて完成。おはよう。あ、最後の冷凍うどんだ。買っておかないと。ほんと便利だし、扱いやすくて美味しくって大好き。今日は卵にうまいタレ、お湯入れて、ネギかけて、醤油入れて完成。今日はためらってる場合じゃないからね。卵はどんどん潰していただきまーす。賞味期限がさ、よくわかんないキムチ見つけたから、とりあえずチャーハン作ることにした。よし、準備 OK。油敷いたら、卵。ご飯も入れて、ウェイパー。ウェイパー入れとき安心なんだよね。それから、うまいタレ。塩に、胡椒。あ、お肉忘れてる。まあ、いっか。美味しそう。おはよう。もうご飯と豚汁冷凍しといたいつかの私、ほんと偉い。すごい。もう拍手喝采。あ、とりあえずおかず作ろう。オクラとベーコン切って、とりあえず炒めときゃいいでしょ。もうハサミ万歳。うまいタレ、それから、胡椒。いい感じに食べて。もうお皿は蓋でいいよね。うん、いい感じ。それから卵、うまいタレもかけて、うん、満足。あー、久々にやらかした。もうでも美味しそう。寒すぎる。今日は YouTube ライブで残ったスープを使うよ。まずはキャベツ、芯は細く切って煮て、葉っぱはなんかいい感じに切っていくよ。これでよし。さーて、便利な冷凍うどんにするよ。冷凍うどんの買い忘れ、教えてくれてありがとうございました。おかずはブロッコリーと大根の皮のポン酢漬け。うどんもいい感じ。うまいタレに麺つゆ。こっちも盛り上がってきたから、葉っぱ入れてっと。綺麗な色だな。よし、お鍋に移していくよ。それから卵、蓋をしていい感じに盛り上がったら完成。あー、これは温まるね。おはよう。今日はもうとっても楽ちん。コストコの巻き巻きロールと水切りヨーグルト、それからコーンスープ。楽って最高。新成人の皆さん、おめでとうございます。いやー、これあんましないかもしれないんだけど、自分に全く関係ないお祝い事とかでもさ、ついお祝いのケーキとかご飯食べたくなっちゃうの。たまたま LINE の通知で誰かの誕生日って知るとさ、ケーキ買って勝手におめでとうって思いながら食べちゃったり、ちょっと豪華なご飯にしちゃったりしてさ、なんか自分に関係ないお祝いを食べるものに反映させちゃうんだよね。そんなわけで、今日は全国の成人を迎えられた方々のお祝いを込めて、手巻き寿司でーす。おはよう。昨日は結局イクラは全部食べて、お刺身は余ったから全部つけちゃった。朝から海鮮丼、嬉しい。よーし、今日も頑張るぞー。ただいまー。今日はエビが半額だったからね。贅沢気分で全部使っちゃうの。
でもさ、なんか他に買うものがあったはずなんだよ。なんだっけかな。エビの半額に興奮して忘れちゃった。まあいっか、いつか思い出すでしょう。うまいタレにお出汁、バター、小さいお皿にこんもり盛り付けて、エビにキャベツ、それから胡椒。よーし、のんびり食べよっと。いただきまーす。ただいまー。なんかさ、昨日のサイゼリヤの社長の会見見て、とりあえず食べなきゃって思って大好きなものたち頼んだよ。高校生の時はカラオケ行った後は決まってサイゼだったし、大学生の時はゼロ次会でサイゼ飲み、よくしたな。お子様メニューの間違い探しも大好き。いろんな立場の人がいろんなこと言ってるけど、とりあえず自分にできる感染症対策しっかりしなきゃね。今日はイチゴの日。いろんなイチゴの切り方に挑戦するよ。まずはヘタのところを斜めに切って、ハートの形。これを半分に切って、さらに可愛い形。それから薄く切って、扇みたいに広げて、よくわかんないけどおしゃれな形。あとは斜めにザクザクたくさん切っていって、頭取って、ありゃ下手くそだこれ。まあいっか。最後は半分に切ったのを薄く切って、一直線にして、丸めて、バラのはずなんだけどな。まあいいやこれ、食べちゃえ。いただきまーす。うん、うんま。そのまま食べるのもいいけど、かわいいと気分も上がるよね。アボカドスフロメキシコ、アボカドスメッドちゃん。アボカドスフロメキシコ、アボカドスフロメキコ。アボカドスフロメキシコ、言えないよこれ。アボカドスフロメキシコ、無理だ。はい。なんかこう一気に見るとなかなか面白いですよね。なんかこう途中なんかカットとか入れた方がいいかなって思ったんですけど、もうバババッとねこうやってしまいましたが、どうでしょうか。なんかね、1月初めは過去の動画とか下書きに残っていた動画をアップしてました。そんでね、年内最初の動画っていうのはなんと録画ボタンを押し忘れてしまって、もうね、完成したところだけを撮影するっていうね、なんかまあそんな感じでした。まあ、結構やっちゃうんですよね。まあ今年は撮り忘れのあんまない、あんまりね、うん、あんまりない1年にしたいかな。まああと多分 2,3 回以上はやっちゃうんじゃないかな。あとはまあいつも通りな感じですかね。まあ、特に気に入ってるのは手巻き寿司のアフレコなんですけど、これはね、台本書いてで一発でアフレコできたんですよ。こういう動画ってあんまりなくって、まあ、短い動画では結構あるんですけど、あの手巻き寿司の動画って結構長くって、あのね、長い動画って映像と合わすのが難しいんですよ。で台本書いてアフレコして尺が余ったり映像と合わないところとかがね結構出てきたりするんで、でそういうところを台本と、まあ、話すスピードとかね、そういうのをちょっとずつ微調整しながら、まあ、長い動画っていうのをアフレコして結構時間かかるんです。でもね、このね手巻き寿司の動画はもう台本も話すスピードももうバッチリで一発で撮れたんです。もうね、嬉しすぎてもう鮮明に覚えてます。あとはね、撮ってて楽しかったのはやっぱりアボカドの動画ですかね。うん、あれはアフレコも動画撮影もめちゃくちゃ楽しかった。縦画面のね撮影っていうのはあんまりしないので新鮮だったし、あとはアフレコがねもうほんと楽しかったです。初めのアフレコはアボカドフロムメキシコがもう全然言えなくって、で次のアフレコは最後の1回だけ言えて、わーめっちゃぴったりってなって、で何回かこうアフレコ続けているうちに、もうあのアボカドフロムメキシコ、今ちょっと微妙だけどアボカドフロムメキシコが言えるようになってきて、で音源っぽく言えたっていうような感じでこれでやったんですよ。で3種類だから作って、そのアボカドフロムメキシコが全然言えないのと、最後の1回だけ言えてやったっていうのと、もう全部言えて普通に音源っぽくなってるやつがあって、でもうどれがいいかなと思って、まあいろんなところにまあ相談したら、まあ言えてないやつがまあ一番シロちゃんっぽいんじゃないってなって、あ、いいな、確かにそうかなと思ってね、アボカドフロム
メキシコが全然言えてないやつをアップしたんですよ。でそしたらね、もう皆さんの言った通り、もうそれがね、いいんだか悪いんだかそれですごくバズって、まあ結局ね、コメント欄はなんかこれ言える言えない、自分は言える自分は言えないとか、可愛くぶってるぶってないとか、わざとだとかわざとじゃないとかっていう、で結果めちゃくちゃバズったっていういやーもうね、すごいいろいろ思い出に残る動画になりました。もうね、アボカドの動画面白かったなー楽しかったです。はい、ではこんな感じでね、1月の大体前半の動画をまとめてみました。2021年はね、こんな感じでこの TikTok まとめっていうのをね、毎月こう続けてみようかなっていう風に思いますので、よろしくお願いします。1月後半分の動画はまた後日アップ予定なので、それもぜひ楽しみにしててください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。